2022年1月6日の、佐藤秀一、ライブになります。ついにですね、オミクロン株を中心とする、新型コロナ災害、広島県内で273人、1人亡くなられました。81人、それと岩国基地で、ね、115人ということになりました。の新規感染だったのがもう一気にねガーンと上がって、岩国市がね、基地がね、その前から上がってたわけですけどね、それに遅れることね、1週間2週間と、岩国基地に遅れること2週間、この広島県内でも非常に感染がね、拡大しているという状況になっています。まあ、広島山口ね、沖縄にまん延防止と、いうことになってますね。本当はこれはね、災害です。くどいようですけどね、本当これは災害です。ね。やはりきっちりね、災害指定を行うと。うん、で、本当に全住民対象にね、被災として、まあ全国民ですよね。まあ日本のね、日本のね、もう本当ね、日本のね、日本人全員、まあ日本に住む、まあ外国人も含めてね、日本に住んでる人ね、全員がね、その被災した。ね。そういうね、災害です。もう日本中の人全部がね、被災したこのね、大災害。これに対してね、もう支援をね、被災者としての支援を行うとね、これ災害指定っていうのは、これはね、できるんですよね。うん。政令でね、こういう新型コロナのような疫病についてもね、災害指定をすると、政令で決めればね、いつでもね、できるんです。でね、実際にね、災害派遣っていうのを要請してるんですよね、自衛隊に対してね。例えば、ね、2年前のね、ダイヤモンドプリンセス号の、ことでもね、自衛隊に災害派遣ちゃんとね、要請してるしね、あるいはクラスターが発生して、どうしようもなくなった病院、そういったところにもね、自衛隊の看護官がね、災害派遣ね、来てもらってるわけですからね。もう、明白のね、災害としてね、これをね、指定するということ。災害指定をすればね、まあね、いろんなことができるわけですけどね。まあ行政がね、コロナで困っている人に対してね、住宅や食料やね、服なんかも提供することも可能になるんですよね。コロナでね、困っているような人をね、民間のね、ボランティアにね、丸投げしてるっていうのが今の状況ですけどね。それがね、実際におかしいわけです。災害指定にすればね、自己責任じゃなくてね、行政がきちんとやるとね。まあ、実際に作業を担うのはね、まあ、市町村ですよね、やっぱりね、まったんだ。でも、それをね、都道府県やね、国がね、きちっと、ガンとね、広報からね、しっかりバックアップしていくと。うん、これはね、やっぱり本当のね、あるべきね、コロナ対応のあり方であるというふうにね、思います。ね。まあね、10万円の件にしてもね、18歳以下にね、なんかこれを絞るっていうのがね、どこにもないですよね。だって19歳の人は困ってないんですか ?20 歳の人は困ってないんですかって話ですよ。ね。まあ、子供をね、支援したいっていう政策目的であればね、教育をね、きっちり無償化するとかね、児童手当を増やすとかね、正々堂々やればいいんですよ。ね。この10万円程度ね、なんかね、子供の支援策とかいうのもね、またちょっとおかしい話でね、どっちかにせいってことですよ。ね。コロナの支援をするんだったらもうね、全員にね、年齢関係なくね、日本に住むね、全住民に対して支援をね、回っていくということです。ね。ほんとね、憲法をね、変える必要はね、全くどこにもありません。ね。先ほど申し上げたように、政令でね、コロナのようなパンデミックも指定すればいいんです。そして憲法を変える必要はないし、ね。日米地位協定変えましょうや。ね。アメリカ軍の関係者ね、バン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 ね、軍用機で移動する。うん。ね。日本、民間人みたいにね、空港でね、検疫を受けることもあるしね、どんどん入ってくるわけですよね。軍用機でね。パスポートとかそんなのも全然なしでね。それで、検疫、ね、別にその隔離とかされることもなく、どん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 ね、入ってくるわけですよね。岩国市のね、市街地にね、あれは、中にね、広島市にね、遊びに来られる方もいらっしゃる。ということで、アメリカ本土はね、ような感染状況のままね、
こっち来られたらもうたまったもんじゃないですね。うん。これきっとね、米軍関係者にもね、検疫というかね、そう、隔離とかも含めて検疫をね、受けていただくと、ね。まあ当たり前のことですよね。日米地位協定をね、変えていく。ね。これをしっかりね、やっていきましょう。ね。私、佐藤修一。まあそして、ね、令和新選組もね、コロナ災害指定するってことをね、訴えておりますしね。憲法じゃなくて、これ日米地位協定をね、変えていくってこともね、きちっとね、訴えておりますんでね。ぜひね、これ共にね、やっぱりこれね、まずコロナの災害指定をね、勝ち取ってね、そしてね、すべてのね、被害を受けられた皆さんね、日本に住んでる人全員ですよ。ね、しっかりとね、受けられるように、していこうではありませんか。ね、そしてね、日米地位協定をしっかり変えてね、アメリカ軍の方もね、しっかり研究ね、受けていただくということでね、やっていこうじゃありませんか。ね、本当にね、このままじゃ本当にね、大変なね、ことになっていきます。本当にこのままじゃね、大変なね、状況にね、なっていきますんでね、本当ね、もうすでにコロナをね、やっぱり口実にしたね、憲法を変えるってことはね、絶対にね、これをね、やめさせていかないかんしね。うん。ね。で、憲法を変えてね、緊急事態条項だっつってね、総理大臣に権限ね、集中させたってね、ろくなことにならなかったのが安倍政権ですよね。総理大臣中心でね、やったアベノマスクのね、大失態。そういうね、総理大臣に権限集中させるとかそういうことじゃなくてね、地方自治体が仕事がしやすいように、ぜひしっかりね、支援が行き届くようにコロナを災害指定する。そういうことをね、共にね、先をね、勝ち取っていきましょう。それではね、皆さんね、本当にね、もうくどいようですけど、本当毎日同じような内容申し上げさせていただけるんですけど、もう大事な内容なんでね、毎日ね、毎日くどいようですけどね、お話をね、させていただきたいというふうにね、思います。そしてね、明日ね、いよいよね、定例記者会見ね、ございますね。こちらの方にもね、明日の20時からね、ぜひともね、本当ね、ちょっとでも覗いていただければというふうに幸いでございます。それではね、失礼いたします。